オーベンロー、またはオベンロー、南ユトランド語、アフェンレイは、デンマークの南デンマーク地域にある町。ドイツのシュレースビヒの北61キロメートル、ショーベルト海峡に注ぐオーベンロー湾の奥に位置する。人口は15,760人。地名は、開けた浜を意味する。行政上は、オーベンロー市にあたる。中世初期より、市教の城の周囲に発展し、 1240年に商業の町の資格を与えられた。当時は漁業とホップ生産で知られた。1560年から1721年までホルシュタインゴットルプ家の支配下に置かれた。1750年代から1864年にかけて地中海、中国、南アメリカ、オーストラリア貿易が流星を迎え、町は栄光を謳歌した。 大型船が対比できる良行を備えていることから、コッペンハーゲン、フレンスブルクに次ぐデンマーク第3の商船団を要した。造船所も多く、良い船を作ることで有名だった。とりわけ、1857年にリバプールからサンフランシスコまでを106日で航海したクリッパーシンバー号は知られる。漁業や多くの町工場も人口の増大を促した。 第二次シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争の結果、1864年にプロイセンの一部となり、北ドイツ連邦を経て1871年にドイツ帝国に組み入れられた。1920年のシュレースビヒ国民投票で、オーベンローでは55.1%がドイツ残留、44.9%がデンマークへの編入を希望したが、北シュレースビヒはデンマークに割上された。 1948年のデンマーク語の聖書法改正で AA の表記はに統一されたが、オーベンローでは激しい抵抗運動が起こった。アルファベット順で世界で最も早い地名の座を失うと危惧されたためである。その結果、改正後も AA 表記は認められた。オーベンロー氏と大多数の市民は AA 表記を用いているが、デンマーク語委員会は依然、 アベンラ表記を推奨している。町は深さ7.5メートルの重要港湾を有する。マルクー戦車のオルガン生産から機械加工まで様々な産業が見られる。デンマーク放送協会が事務所を置く。ドイツ人も多く、ドイツ語新聞でやノードスクロースワイガーが発行されている。バルデマー2世1世の1250年頃。 町内の聖ニコライ協会の建設が始められた。マルグレーテ一世は1400年前後にブルンズルンズ城を築いた。近くにはエリーゼンルンズという海水浴場がある。南デンマーク大学のキャンパスがある。ありがとうございます。